な、アルミ。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。すべての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。見せてあげる。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、それは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろ。はい、あの縁だ、助けが必要だな。ダメ。準備ができたから、みんなうまく使ってね。もう終わり。始めましょう。救援要請だ。いい働きだ。ここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。行く。ユミル、そろそろ準備はできた。始めましょう。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。行くわ。これで貴公子は駆逐できたな。ダメ。見せてあげる。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。始めましょう。逃げちゃダメ。この辺りの巨人は片付けたが、仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。逃げちゃダメ。救援要請だ。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。あ
そこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。行くわ。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。おにろ、巨人が巨人を食ってやがる。メガタは自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。見せてあげる。脆いのね。こんな数どうすりゃいいってんだ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。森は立体軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。いつどの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。